デビモン。お、やべえ。おし、おし、それだけ。なんか言い方がね、いちいち激ガチ。ウィー、ギュアチンでーす。はい、今回ですね、デジモンアドベンチャーをプレイしていきたいと思います。汚れたハーモニカ、これサブイベントですね。これをやっていきたいと思います。久々もこれでいいや。ほい。いや、初めてこう、あれじゃない。あらすじが役に立ったんじゃないかな。この辺で休憩しようか。ここ、どこにいんのこれ。また戻ってんの？そうだな。これサブイベントのこう時系列、めちゃくちゃやな。だってこれ。ねえ、ヤマト。ほう。どうした、カブ。俺、ヤマトのハーモニカがまた聞きたい。吹いてくれないかな。あ、そういうこと？照れるな。よし、ちょっとだけ吹いてみるよ。はい。なんだ、ヤマトハーモニカ吹くの？私も聞きたい。いや。おい、そんなにせかすなよ。え？なんで？え？落ちちゃった。何がどうなって落ちたんだよ。俺のハーモニカ。うっかり手を滑らせちゃう。手を滑らせて後ろに行く？おいらが拾ってきてあげるよ。お、ゴマもナイス。お、かわいい。ダメだ。湖の底ゴミだらけで見つからないよ。マジで。顔。そんな。深くない。ヤマト。水面低すぎやろこれ。お、つかもんだ。え、なになに？え？どうしろと言うんだ？あいつら、湖にゴミを捨ててる。不法投棄か、こいつら。さっきのゴミも、湖のゴミも、全部あいつらが？マジか、顔。僕だってゴミはちゃんと捨てるのに。追いかけるぞ。なるほど、スカモン退治が今回は。なるほど、あ、なにこれ。だってさ、ここのフロアさ、だいぶ前に通り過ぎたからね。今更っていう感じなんだけど、でもね、このサブイベント、今日やらないと、これ以上進めるともうできなくなるんですよね。だから、今のうちにやっとかないといけないというわけです。いや、もう本当に、これ3週間ぶりぐらい？だいたい、どっち県やろ？こっちか？違うかな？あーっとい！もう、やめてよ。3週間ぶりぐらいかな？これ。いやね、なんかね、引っ越したんですよ。で、今ね、リビングで、こう、やってるんですけど、ゲームを。なんかね、声が響く、すごい。前の家よりかは。多分、広いからだと思うんだよね、リビング。あとね、前は、軽量鉄骨っていう、まあ、仕組みだったんだけど、仕組み？うん。よくわかんないけど、今回、鉄筋コンクリート、なんですよね。だから、こう、なんだろう、壁が硬いから、跳ね返りがね、おい！おいおい。お前とは戦いたくねえんだよ。跳ね返りがすごいから響くっていう話をね、ホームページで見たんですよ。あっ！もう、今回敵が弱いね。モノクロモン出てきてほしいね。よし。よっしゃ！これできるっしょ。よし。で、とりあえず今ね、僕が向かってる、喋ってる方は、人がいないんですよ。誰も住んでないんですよ。空き部屋なんですよ。で、反対側は、角部屋なんですよね。だから角部屋だから、今んとこはね、こう、前後に関しては、迷惑はね、かかることはないと思うんだけど、え？前後に関しては大丈夫だと思うんですけど、怖いのが上下ですよね。うん。やった！ちょい！やっぱ生活音とかね、聞こえてくるから、僕の声も聞こえてんじゃねえかなと、思ってるわけですよ。やべえやつ入ってきたみたいな。下にいるやつ YouTuber じゃねえみたいな。ねえ、ヤマトさん、そんなに大切なハーモニカだったの？いや、マーナ。これマーナでしょ。初めて自分で買ったものなんだ。そうなんだ。それじゃあ、なんとしてでも、懲らしめてやらなくちゃね。いや、そこまでやらなくても。ミミちゃんのサイコパス出たね。ちょっと昨日カラオケ行ったので、なんか喉がね、やばい。本当に。前回はデビモンと戦ったんだよね、確か。こいつは尺泥棒だからね、ひたすらこ、待て。おいおい。こっち、どっちやろ？こっちかな？いやでも最近ね、こう、
引っ越してもういろいろ買ったんですよ。まあ家具っていうかさ、そういうまあ家具か、机とか、あ、モノクロも戦っときます。机もそうだし、なんだろう、カメラとかいろいろ買ったので、こうもお金なくなるかっていうぐらいなくなりましたね。うん、結構ねあったはずなんだけど、もうねない、本当に。でいろいろフィギュアとかなんかカードとか買う予定だったんだけど、そこまで手がね回らなくなるぐらい。いやね、本当に節約しなきゃいけないなと思い始めました最近。なんかこうファミレスとか行って高いさメニューとかさ、ステーキとかさ、無駄に頼んでた自分をこう殴ってやりたいよね。おっしゃ、やっぱワンコインで生活しなきゃね。そうなんだよな。おっしゃ、ところで本当に間もなくこうバレンタインデーですね。バレンタインデーってでもどうなんだろう、正直全くどうでもいいんだけど。ゴジラのチョコ買っておきながらね。ただね、こうなんだろう、バレンタインのイベント自体はなんか世の中の流れみたいなのはあんま嫌いじゃないかなっていう。まあ、ゴジラのこうねチョコレートとか出たりとか、こうなんか明るくなるじゃないですか。だからまあいいかなと思うんだけど、その風習自体は別にどうでもいいかなっていうね。別にあげなくていいのにっては思うし。あ、いた、ちょっと待って。でもさ、こっち行った方が良くない？アイテムとかありそうだからね。うん、なんか会社とかでもなんかもらえんのかなみたいな、え、お前チョコはみたいな言う上司とかいるでしょ。そういうなんかねえ、冗談でも言うから、そういうこと言うからさ、なんか気まずくなんじゃねえかなって思ったりするんだよね。知ったかどうか。別にねえ、強制じゃないんだからさ。でもそこはなんか忖度じゃないですけど、なんか空気の読みじゃないけど、あげないやつは空気読めないみたいな。うん。本当は別にどうでもいいんだよ。みんなどうでもいいって思ってんだけど、なんかみんながあげてるからこそ、あげてない人がこう目立つみたいなさ。そういうのあるでしょ。かわいそうだよね。だから本当は、だからなんだろうな、あの髪の毛とかもさ、全員黒じゃなくていいと思うんですよ僕はね。でもみんなが黒だから茶髪にしたら浮くわけじゃないですか。本来で茶髪にしたって別に何のね、ねえ、悪影響ないわけじゃないですか。うん。でもみんなが黒だからとかさ、なんとなくっていう理由でさ浮くわけでしょ。まあそういう感じよ。よくわからんわ。久しぶりにこう実況するとさ、なんか何が言いたいのかもまともなくなってくるよね。よし、今日はもうあれだ、一切編集しないぞ。やべえな今日本当に。よしよし、退治するか。ほい、お前なんか汚れてんぞこれ。あ、待てお前ら、いきなりなんずら、そんな語尾やったっけ。誰だべ、お前たちが湖にゴミを捨てているせいで迷惑してるんだ。なんだと、やるずら、やっちまうべ。ヤマト、俺たちに任せて。あ、ここで戦うんか。あ、なるほどね、コンビで来てるってことか。じゃあガルルモンに進化しますか。どれぐらいでしょうね、フォックスファイヤー。おう、あんま強くないね。ほい、じゃあ進化グレン、アグマン進化。よし、いや半端ないね。じゃあここは最後ガルルモンで決めたいから、マジカルファイヤーやっとこうかな。よし、いいね。やっぱり因縁の相手は自分自身でね、蹴りをつけると。よし、計画通りと。どうだ、今回弱かったね。うん、おおまま上がった。おいらの負けずら、許してほしいべ。湖のゴミをきれいにしてもう捨てたりしないって約束するか。まあ、分かったずら、すぐやるべ。おこいつら、きれいにもできるのか。汚くもできるし、きれいにもできると。待っていたずら、すげえな。お、ピカピカ。でもさ、うんこがさ、こう湖にこう掃除しようとしたらさ、自分自身でまた汚くなるんじゃないの？すっかり綺麗になったべ。じゃあ、もう一度オイラが探してくるよ。あ、
探すのは魔物なんだ。やばい、すごい喉が。かわいい。はい、これだろ。あ、俺のハーモニカだ。ありがとうな、ごまもん。よかったね、ヤマト。よかったね。あと、これも見つけたからあげるよ。え、何？あ、挑発。次の自分のターンが回ってくるまで、敵のターゲットになる。なるほど、自分がダメージを受けるってことか。的になるってやつね。なるほど、なるほど。ごまもんめっちゃ可愛いやん。ヤマト、ハーモニカ吹いてよ。あ、聞けんの？ああ。あれ？どうしたの？恥ずかしいかな。吹く前に洗ってきていいから。ゴミの中に落ちちゃってさ。そうか、うんちと関節キスっていう最悪の経験になるからね。はい、劇団子供たち終演です。はい、じゃあどうしようかな。今回は短かったので、このまま謎の洋館もね、プレイしていこうかなと思います。はい。パーティー、じゃあね、テントもんかな？これで行こうかなと思います。はい。謎の洋館。これあれか、デビモンのエピソードかな？つつかれた。もう歩けないよ。わかった、休める場所を探そう。っていう感じか。あ、ちょっと待って。はい、こんな感じでいいかな。よいしょ。行こうか。洋館に行って、確か、あ、覚えてるぞ、この面、なんか。この面っていうか、この話、結構有名というかさ。ちょっと待って待って。あ、ちょっと待って、お前らとはもう戦いたくねえんだ。大して経験値ももらえないくせに。これ待って、これ。よし。んあれ上かな。あー、もういいか。戦っとくか。お、強い。よし、じゃあ一発で決められるかしら。ビオモンでメテオウィングで。あ、いけへんか、まださすがに。なるほど、いいか。じゃあここで進化なしでも。あ、おいおい、今年はちょっとクワガタ飼いたいな。あ、倒せへんか、マジか。過信してたわ、自分の力。くっそ。うん、よいしょ。僕のマンション買えんのかな。虫はペットは買えないんだよね。まあ、次引っ越した時、まあ、引っ越した途端にね、引っ越しの話するのもあれやと思うけど、次引っ越したらね、ペット飼える場所に行きたいね。うん、まあ、正直ね、こう、猫と一緒にね、暮らしたいんですよ。猫と一緒に最後を迎えたいっていうね。よしよし。ちょっとバトルは飛ばしつつ、行こう。地道にね、レベル上げとかしてるんで、もう負けることはないと思うんだよね、今回も。結構広いな。お！ SPD ブースト3か。なるほど。素早さだっけな、あれ。うん。よし。いきなり洋館ステージじゃないんだね。あー。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。こっちかな？あ、着いた。あー、あれは、普通の建物がある。人がいるんだよ。お前単純やな。こんな森に人が住んでるわけか。ジョー先輩、頭いいのか悪いのかようわからんよね。それを確かめるんだよ、行こう。おい、ジョー、待ってったら。あんなに用心深かったジョーがなんでこうなってるのかっていうね。不思議だね。お、ごめんください、誰かいませんか。リチギに挨拶しちゃって。こんな場所に建物があるとはな。あ、言えない。なんか綺麗か、なんかようわからんけど、アルミホイル感が。天使なのあれ。こんな綺麗な天使の絵があるところに悪いデジモンがいるはず。短絡的な考え。ここでこうしててもしょうがないわね。もっと奥を探してみようか。うん。あ、これは食べ物の匂い。しかもごちそうだ。あったね、そういえば。そんな驚く？こっちだ。確かここで。あ、目があったね。今のあれか。
エンジェモン的な。あ、本当だ、ごちそうがこんなに。いくらなんでも話がうますぎるこれ本当にうまい。もう食べてんだろお前ら。うまいもん食べんなんてバチ当たるで。僕が食べるぞ。ちょっとぐらいラッキーなことがあるはずだ。ジョー先輩なんか以前のねグマモンのステージからね吹っ切れた感があるよね。私もいただきます。大地たちは料理をお腹いっぱい食べたのだった。お、はあ、食べた食べた。なんでベッドまで用意してあんだよってね。お腹いっぱいでもう入らないのなんだか新幹学校みたい。そもそもサマーキャンプに来てたのに、それがどういうわけ。また落ち込ませるようなことを言うなこいつは。 KY か。そうだよな、キャンプのつもりで俺たち家を出たんだよな。ほんと超先輩エアークラッシャーだよね。空気を破壊する男。パパママ、うん、みんなうちが気になるよね。私もそう。今俺たちがしっかりしないと。明日は明日のこと考えようぜ。これかな。今日はもう休もう。明日のことは明日考えようぜ。ふふ、大地らしい。それは良い意味だよな。もちろん。ああいいね、この二人の会話好き。みんなを落ち込ませるつもりじゃなかったんだけど。はあ、あお前は本当にね、反省しろ。僕たち家に帰れるんでしょうか。うん、俺たちがこの世界に来ていつか、学校や町内会じゃ大騒ぎだろうな。うん、確かに5日間もいなかったらね。僕帰りたいよ。泣いたって何も解決しないぞ。ヤマトだって心細いんだ。これだ、ヤマトだって心細いんだ。それを見せないように頑張ってるじゃないか。お兄ちゃんも。あ、そうさ、だからヤマトのためにもタケルは笑ってなきゃ。うん、だいぶ時間も遅くなっちゃったな。今日はもう休もうぜ。私もなんだか眠くなってきた。すんげえ離れてるよね、ベッドとベッドの間。じゃあみんなおやすみなさい。はい、ここで寝るんだけど。あ、こんな罠にかかるとはな。来たな。ゴムに叩き潰してくれるぜ。子供たち、よブロリー。暗行右行みたいに。大地、起きてる？ん？アグモンどうした？どうした？はっきり言えよ。うんち、トイレに行きたい。分かった分かった。仕方ないな。ふわーちょっちゃっちゃとトイレを探して早く寝ようぜ。うん、確かトイレを探すイベントか。あれ、あ、ここかな。トイレぐらい一人で行けよな。大地だって夜一人でトイレに行くの怖いくせに。なわけないだろ、もう小5だぞ。名言出た、もう小5だぞ。小5ってなんだ。大地はさ、難しい言葉を使いすぎなんだよね。そっか、学校なんてここにはないもんな。何今の会話。あ、これ相変わらずさ、視点切り替えは。太一、今何か聞こえなかった？いや、別に何も。誰かひそひそ話しているような音が向こうでしてたんだけど。よせよ、気のせいに決まってるって。確かに声が聞こえた気がしたんだけどな。なんかこの視点切り替えがさ、お、SP ブースト2。すごくできないんですよ自分でね。で勝手に切り替わるんだけど、それがすごい見づらい。ほらほら、よし、終わった、あった。お、ディフェンスブースト2だって。いいね。トイレに行くのが怖いなんて、そもそもお化けなんているはず。それがいるんだよな実は、ゴーストデジモンってのが。それはお化けじゃなくてデジモンだろ。うん、正論。僕もね、お化けはね、いないっていうか、全然怖くない派なんだよね、実は。よっしゃ。あ、間に合ったよ。大地、一人で帰っちゃわないでよ。デジモンも怖いんだね。外で待ってるからさ。
どういう怖さなんだろうね。お化けがいる。あれだけ食べたからたくさん出ると思ったんだけど。全然出ないんだね。おならしか出ない。えどうした、何かあったのか。おならで。オーガモンだ、逃げろ。オーガモンだ、言い方可愛かったね今。なるほど、アグモのおならがこう役に立ったというわけね。よしよし、あいつ何をしようとしてたんだ。クソ中にこうたらきに飲めそうとしてたのかな。よし、こっちか。よっしゃ。おい、お前操られてること知らんかったっけな。おとなしく寝ていればいいもの。なんだなんだ、デリモンだ、最強最悪のデリモンだよ。煽らないで。夢はもう失われ失われた。え、あ、そうね、そう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 。なんだこれは。洋館が一瞬で廃墟になっちまった。そうそう、これはね、幻だったんですよね。これがデリモンの力。これで終わりと思わない方がいい。これから始まるのは悪夢だ。こいつも煽ってくんないよ。なんだって。三角筋半、何を。三角筋が半端ない、僧帽筋と。あ、来た、はあ、万国びっくりショー。そっか、あ、そうだ。あれ、なんだよこれ。みんな返せ。アグモン、デビモンを止めるんだ。返し、力が出ないや。あんなにいっぱい食べたのに。当然だな。食べ物も風呂も全ては幻だったのだよ。なぜ俺たちをこんな目に合わせる。お前たちが選ばれし子供たちだから。なるほど、よくわからん。選ばれし子供たち。ファイル島は黒い歯車で覆い尽くした。次は海の向こうの世界すべてだ。海の向こう。この島の他にこの世界はまだあるのか。なるほどね。お前たちが見ることはない。ここがお前たちの墓場となるのだから。よく敵が言いそうなセリフ。子供たち倒す。お前はもういいわ。一体どうすればレオモンを止められるんだ。俺のデジバイスが。お、この光は。お、邪悪消滅。君たちが選ばれし子供たちだったのか。お、元に戻ったぞレオモン。まただ、選ばれし子供たち。デビモン、貴様よくも私にあのような卑劣な真似を。許せん、獣王拳。お、獣王拳。あ、避けられてる。少年よ、ここは私に任せて逃げろ。いや、任せらんねえわ。でも君たちはこの世界にもたらされた唯一の希望、生き延びよ、獣王拳。いや、獣王拳を語尾みたいにしないで。やばいって。獣王拳。縁があったらまた会おう。いや、大丈夫かよレオモン、不安なんだよ。また死亡フラグが。いやいやいや、ちょっと待って待って。一人ずつじっくりと血祭りにあげてやる。ちょっと待って待って。子供たち。いや。お前ネタかよ本当に。行け、黒い歯車よ。すごいね。有言不実行とはこのこと。遠くなっていく。ねえ大地、ヤマトやカブモンたち。みんなはどこに行っちゃったんだろう。確かにね。わからない。でも
俺たちと同じさ。みんな無事でいてくれ。ああ。そっか、ここは結構転機になるんですね。はい、そんな感じで、太一しか選択できないんですよね。要するに、みんなバラバラになってしまったと。ドラゴンボールのようにバラバラになったと。だから、7つのピースを1つにね、1つの場所に集めるっていう作業が今から始まります。はい、そんな感じで、久々のね、デジモンアドベンチャーでしたが、ちょっとね、神々でしたけど、今後もね、続けていきたいと思いますので、よければ次回も見てください。はい、そんな感じで今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よければ評価もよろしくお願いします。それではまた会おう。バイバイ。はい、赤パジャマ着パジャマ。